トラベルベスト EC を車に取り付ける方法をご説明します。トラベルベスト EC を取り付けることのできる3点式シートベルトは ELR 緊急ロック式と ALR、ELR 固定機能付きの2通りがあります。トラベルベスト EC を取り付けるときは、ご利用の車がどちらの方式のシートベルトを搭載しているか確認してください。3点式シートベルト ELR 式への取り付け方法をご説明しましょう。トラベルベスト EC を取り付ける座席の背もたれに立ててください。バックルボタンを押してラッチプレートを外し、またパッドを手前に垂らします。次にアジャスターボタンを押しながら左右のハーネス肩ベルトをいっぱいに緩めます。シートパッドをめくります。車のシートベルトをトラベルベスト EC のセーフティープレートとシートパッドの間に通し、車のバックルにカチッと音がするまで差し込みます。次に車のシートベルトをトラベルベスト EC の肩腰ベルトスリットに通してください。赤色のベルトロックの下部を押し上げてロックを外し、上方向に起こします。シートベルトをベルトロックの下に通し、ベルトロックを仮止めします。この時カチッと音がするまで押し込まないでください。シートベルトがロックされてしまいます。シートパッドをセーフティープレートにかぶせます。トラベルベストを座席の座面と背もたれに押さえつけながら、車のシートベルトにたるみがなくなるまでシートベルトを引き絞ります。車のシートベルトを引き絞った状態でベルトロックをカチッと音がするまで押し込み、シートベルトを固定してください。以上がトラベルベストの車への取り付け方法ですが、リクライニングやスライド機能を搭載した後部座席の場合は、座席を倒すか後部にスライドさせた状態でトラベルベスト EC を設置し、座席を元に戻せばよりしっかりと取り付けることができます。背中がシートパッドにぴったりつくようにお子様をまたベルトの上に座らせ、ハーネス肩ベルトをお子様の肩にかけます。またパッドとまたベルトを足の間から引っ張り、左右のラッチプレートを合わせた状態でバックルにカチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。左右のハーネス肩ベルトを引っ張り、お子様の体に合わせベルトの長さを調節してください。以上がトラベルベスト EC の車への取り付け方法です。